ティーチャー空母、隣テスラですね。隣テスラですよ。テスラモーター、多分60、50代いくぐらいかな、経営者みたいな感じですね、はい。まあ、生活保護ですか。まあやれることをやればいいんじゃないですかねなんだろうな、なんかやれることやれば本当にいいと思うんですよね。どう思います？どう思いますかっていうか、久保さんが言ってんだからねあれですけど、なんかできないことをできるようにすることも大事かもしれないですけど、まず一歩としてはできることをやるっていうのが大事ですよね。だってできることもやらないんだったら、できないことは一生できないよっていう。だってできることをやらないわけじゃないですか。じゃできないことなんか絶対やんないですよね。だってできることやんないんだから。そう、まあ一部はいるかもしれないですよね。いや挑戦することだけが楽しいんですみたいなね。でもそれはね、ぶっ飛んだ人たちなんで、一般の人はまあ挑戦 したくないですからね。怖いですからね。ネットビジネス稼げんのかなとかね、なんかそんな感じじゃないです か挑戦しないですよね。見ててもぼーっと YouTube 見てても何も行動しないんで、まあだから逆に言うと、その行動しない人がいるから久保さんと僕の動画が見られるんですよ。みんな行動してね、アウトプットする時間がもう 100% だったら見てる時間ないじゃないですか。久保さんの動画とか、久保さんのライブに参加する時間もないですよね。だって自分がライブやってんだからだからこれね、実はね、この反比例っていうのがビジネスのチャンスなんですよね。だから自己啓発セミナーとか、ほとんどの全てのセミナーとか書籍もそうなんですけど、書籍を出す側か買う側かしかないんですよ。この二極化しかなくて、でもほとんどの人は 99% の人は書籍を買う側じゃないですか。僕も運よくね、もう多分、まあでもまたあるかもしれないですね、ワンちゃん。まあ、僕ね、本を出せましたけど、リアルの本をね本棚並んだ時ちょっとね震えましたけどね。俺の名前の本が出てるぞみたいなねちょっとあれはびっくりしましたけどね。ちゃんと久保哲郎も刻んでありますからね、久保哲郎の名前がね。久保さんがリアルの本を出すことは、まあ、出したいと思わないかもしれないし、あれなんで分かんないですけど、まあ生きてたら何あるか分かんないですよね。久保さんもね、こんななるとは思わなかったし、僕も。そう、なんかまあ僕も移動今してしながらね、まあ、パソコンこうでなんかやってますけど、さっきねまた入金完了しましたみたいなねメッセージ来たんで、ちょっと対応しようかなと思うんですけど。そう、まあ多分見てる人はね、多分このなんか異常だと思うんですよね。多分別世界のなんか、だと思うんですよ。だって移動しながら金入ってるし、ちょっと休憩中がてらちょっとパパってパソコンいじってね、動画アップロードできるし、僕入金ありがとうございましたっていうメール対応できるし、パパッとでもこれもね、積み上げてきたから簡単にできるだけですよ。めちゃくちゃ簡単ですもん。今あのね、iPhone の電波でアップしてるんですよ。LT、デザリング。でもね、結構早いですね。まあ容量ね、まあ3分とか5分ぐらいのやつなんで、全然大丈夫です。まあまあ、なんだ、あれですよ。サービスエリアの Wi-Fi もまあまあ早いんで、それ使ってもいいんですけど、中入るのめんどくさいんで。そう。まあやれること積み上げたら人生変わるよっていうことでいいでしょうかね。やれることやってますか。草むしりできますよね、誰でも。いってらっしゃい。